日本オラクルの MySQL チームの梶山と申します。グラウンドブレイカーズアドボケイトにもなっております。今日はですね、当初の予定では MySQL のですね、分析エンジンに関するお話をさせていただく予定だったんですが、諸般の事情で、一部ですね、コンテンツ、タイトル及びコンテンツを変更しておりますが、せっかくご参加いただいている方もいらっしゃいますので、軽くですね、当初の予定だった内容に触れつつ、詳細は後日ですね、近日詳細なものをまたウェビナー等でご紹介できればというふうに考えております。毎月おかげさまで、世界で最も普及しているオープンソースデータベースとして数の多くのお客様に利用いただいており、昨年は dbengines.com というサイトのデータベースオブザイヤーものをいただきました。この dbengines.com ですね、インターネット上の各種の情報などを集計して、リンクトインの例えば、求人情報のボリューム等で、利用普及度を測って、それを公開して、数値化して公開しているサイトになります。で、オラクルのですね、オラクルデータベースおよび MySQL、それぞれワンツーフィニッシュというのが毎月今出ていると。いう形になります。おかげさまで、去年は MySQL の数字がまた伸びたということもあって、データベースオブザイヤー MySQL でした。はい、で当初のですね、このセミナーセッションでの詳細をご紹介できる予定だったものが、こちらの MySQL データベースサービス、およびそのオプションとしての MySQL アナリティクスサービスの予定、ですね、ご紹介予定だったんですが、初版の事情でちょっと詳細をですね、お話しするのは別の機会ということになってしまいました。申し訳ございません。MySQL データベースサービスは、MySQL をベースにした OCI 上のですね、MySQL ベースのデータベース、クラウドデータベースになります。OCI 結構リージョンがですね、どんどん増えている中で、現時点、今日現在で7リージョンですね、でご利用いただけるようになっております。国内も東京リージョンでお使いいただけるようになっていますし、アジア圏この後もいくつか増えることをよって、マスケルで使えるところが増える予定です。それから最終的にはすべての OCI のリージョンでマスケル使えるようになる予定になっています。ちょっとタイミングはですね、これからという部分もございます。でこの MySQL データベースサービスですね、大きく4つの特徴、一つは MySQL の開発チーム、オラクルの中にいる MySQL 開発チームが開発して運用しているというところがあります。基本的にオラクルの中にですね、MySQL の専門の開発チームがいる。MySQL というのはオープンソースデータベースですが、企業としてのオラクルが開発し、成果物をオープンソースで公開するというモデルを取っているオープンソース製品です。でこの MySQL データベースサービスですね、MySQL 作っている人たち自身がサービスするプラットフォームになりますので、MySQL を知り尽くしたメンバーがご用意する。それから商用版の MySQL エンタープライズエディションの機能をですね、使えるように、今一部のみですが、これから順次、拡張予定です。また、もちろんマネージドのサービスですので、アップグレードなどは自動化されていますし、最新のですね、セキュリティパッチも適用されています。またサポートサービスについても MySQL 開発チームおよびサポートチームが連携した形でお問い合わせ等を対応させていただきます。また最後の部分、オンプレの MySQL と完全互換ということを謳っています。クラウドデータベースによっては無料の MySQL オープンソースのもの、我々コミュニティ版と呼んでいるもの、それをベースにですね、何か手を入れているようで、クラウドデータベース化していると、オンプレ版と互換性どうなのよという面も出てきますが、MySQL データベースサービスは確実にオンプレ版とのですね、互換性が維持されていますので、ロックイン心配ないですよというお話をさせていただいております。でこのあたり、他社製のですね、クラウドデータベース、MySQL ベースにしたクラウドデータベースですと、データベースの中までのサポートを受けられるかどうか、怪しい面があります。またアディションもコミュニティ版ベースになっているので一部の機能を使えない。さらにですね、MySQL 今日メインでお話しする XDEV API といったものは、例えば AWS RDS ではなぜか機能無効化されていて使えないというですね、
制約があったりしますが、我々の方ではそんな制約はかけてません。また脆弱性対応が個人的には一番気になる部分で、オラクルの MySQL データベースサービスは自社で作っている製品、それをそのままサービス化してますので、もちろんセキュリティパッチいち早くですね、適用されていきますが、私の製品の場合には多くの場合 MySQL のコミュニティ版に対する脆弱性情報、それを適用したパッチにですね、MySQL ではマイナーバージョンというふうになりますが、これが世に出て初めて、他社の MySQL ベースのクラウドデータベース、セキュリティ修正がされていくので、いつされるのかがわからない、というあたりはですね、実運用上課題になり得るというふうに考えております。で、この MySQL データベースサービスですね、開発元ならではのメリット、それのサービスならではのメリット、本物であるということのですね、機能と互換性の部分がお客様にとって大きなポイントになっていくと考えています。で、本来ですね、このスライド、MySQL アナリティクスサービスというものについて、お話をこのイベントでできればということだったんですが、ちょっと製品サービスのですね、リリースのタイミングであったり、諸般の事情で、今日は極めて概要のみお話をさせていただけるという状態でございます。大変申し訳ございませんが、詳細気になるという方はぜひですね、今後のマイスクのイベント等にもご参加いただければと思います。このマイスクのアナリティクスサービスというのは、MySQL データベースサービスに追加される分析系の処理のアクセラレーターというふうにお考えください。アプリケーションから見るとマイスクサーバーに見えるものになっています。で、また、この分析用のですね、アクセラレーターを使うかどうかというのは、MySQL のオプティマイザーが、これは MySQL では重いというふうに判断したクエリをアクセラレーターに投げて処理をしてもらう。こういったものによって、大量データの分析等をですね、より高速にできるようにしようという、こんなものを作っております。この MySQL アナリティクスサービスというのは、MySQL サーバーと分析のエンジン、ラピッドサーバーと呼ばれるものを組み合わせて、データはいつもの MySQL に書いておく。トランザクショナルな処理も全部、InnoDB というエンジンのところで処理を行いつつ、オプティマイザーがこれは遅いという判断をすると、別サーバーたち、ラピッドサーバーに処理を、ここはオフロードというふうに画面に書いてありますが、外部にですね、処理を託すというようなことを行っています。使われ方としては、例えば、オンプレの環境でも、クラウドの環境でも、MySQL のレプリケーション機能などを使って、データをですね、分析は参照系のサーバー、更新処理は更新系のサーバーとして分けているケース、これ多分によく見受けられるパターンです。で、さらに、この分析処理がですね、重くなってきたよという課題だったり、分析のために外部の分析用のサービスですね、クラウドの分析基盤なんかを使っているケースも見受けられますが、ここのデータを移行する ETL の運用、設計、またコスト、また分析用のですね、クラウドサービスのそのもののコストというあたり、悩まれているケースというのが多分にあるというふうに認識をしておりますので、そのですね、参照系の1台を OCI 上の MySQL Analytics サービスに持ってきていただければ、それだけで、まず、MySQL サーバー内の分析の性能を劇的に向上します。お客様によって、今ですね、検証していただいているお客様が数社あるんですが、400倍以上ですね、分析処理早くなった、応答時間が短くなったというケースも多分に出ております。で、また、アプリケーション的には、MySQL サーバーに投げる SQL そのままですので、何か変更する必要もないと。ということで、万が一アナリティクスサービスが嫌だという場合には、元のですね、レプリケーションのレプリカ、旧来スレーブと呼ばれていたですね、参照系のところに切り戻していただければ、元に戻るということもあって、リスクを抑えて運用していただけるという面があるというふうに思っております。で、またスレーブだけですね、レプリケーション、ごめんなさい、レプリカと呼ばなきゃいけないんですが、レプリケーションの コピー先、レプリカだけを OCI に移せばいいので、既存環境、基本ほとんど手を入れなくて済みますといったあたりもですね、導入しやすいポイントになるかなと考えております。はい。で、本当はこれをですね、詳しく掘り下げたかったんですが、諸般の事情で、詳細をお話をですね、待つの機会とさせていただければと思います。
今日その代わりにお話をさせていただくのが MySQL ドキュメントストアという、MySQL サーバーが NoSQL のデータストア、特に JSON データベース、JSON データストアになるというお話です。でこちらの画面、ですね、上の方は、下から先行きましょうか。下半分、赤で囲ってあるところを見ていただくと、Select なんじゃら From と書いてあるので、データベースの中からですね、セレクト分にデータを抽出しているように見えるんですが、同じデータセットに対して、同じサーバー上の同じデータセットに対して、上半分は JavaScript で、セッションドットで、赤い四角の中で、ゲットスキーマ、ゲットコレクション、ファインドなんていう関数をずらずらと並べております。で結果セットは JSON で返ってくる。でこれが MySQL ドキュメントストアの一個大きな特徴で、同じデータセットに対して SQL でも、SQL 以外の方ですね、メソッド群でもデータにアクセスができる。それからここの例では データの実態としては JSON ドキュメントの中身とセレクト分はですね、演算子を使ってはいますが、JSON ドキュメントの中をから値を抽出して表形式で結果セットを得る。上半分は JSON のドキュメントの中から特定のフィールドだけを抽出してですね、条件に合うフィールドとレコードを抽出して JSON 形式のまま返していると。でこれ要件に応じて使い分けられるのが MySQL のドキュメントストアという仕組みになります。でこの例では上半分の API JavaScript の例になっていますが、実際には Java.net、Python、JavaScript、このほか PHP などですね、各種言語に対応したこの NoSQL API をご用意をしております。で、コンセプト的に MySQL 8.0 というバージョンではこれを一つ大きな売りとしていて、NoSQL プラス SQL コール MySQL、 こんなですねキャッチフレーズで MySQL 8.0 のご紹介をしておりました。で実際の運用などの際に MySQL と JSON のですね、ドキュメントデータベースを併用されるケースというのは結構あるんですが、課題としてお客様から言われるのがですね、API バラバラです。それから当然、データストアが異なるので、データの同期ですね、異なるデータストア間の同期が難しい、めんどくさい、データズレが発生しちゃうということがあります。またデータストアが違えば運用ツール、コマンド量も変わってくるので、運用をですね、2つやらなきゃいけない。そこで MySQL 8.0 では、JSON データ型を MySQL サーバーの中に持っていて、ドキュメントとリレーショナルテーブルを1つのデータストア、MySQL で管理できますよという仕組みをご用意しました。また API に関しても、すべて SQL で操作をしたい。JSON のドキュメントも SQL で操作をしたいと。という方のための SQL 関数群、またテーブルを NoSQL、CRUD、クラッドの API で操作したいという方のための API 群、これもですね、ご用意をし、この2つのデータモデルをシームレスにつなげるようなですね、利用できるような構造にしたのが MySQL 8.0 です。データストアが2つに分かれている最大の悩みはデータをどうやってリンクする、同期するかというところですが、そもそも MySQL サーバーの場合には1つのデータストアの中にですね、異なるデータモデルが入っているだけなので、データの同期とか考える必要ないですよ。また JSON ドキュメントの中の値とテーブルの値、これをジョインするなんていうこともできます。まず MySQL サーバーのこのドキュメントストアのですね、一番根幹の部分は JSON ドキュメントですね、これを MySQL サーバーの中で格納できる。この絵の中ではコレクションというテーブルの中に、ごめんなさい、People というテーブル、これはコレクションと言ってますが、People というテーブルの中にドック列という列があって、そこに JSON ドキュメントが入っています。この JSON ドキュメントを集めただけのテーブルを MySQL ではコレクションというふうに呼んでいて、その中の値を抽出しつつ、ステイツテーブル、右側の表形式のところとジョインをして、結果を得ましょうなんていう SQL を書くことができます。でもちろんこの JSON の中の、JSON データの値ですね、ここは、ハイフンで、
矢印2つみたいな形になっているところで、JSON ドキュメントの特性の要素のあたりを抽出してますが、これによってですね、まず JSON ドキュメントの中の値を抽出して、テーブル的に扱える、テーブルの中でレコード的に扱える。で、その上で例えばウィンドウ関数なんかを使って、部門単位、もしくはですね、営業単位での売上集計をするなんていうことも、可能です。で、こんな感じで、JSON ドキュメントの値を抽出して、SQL で操作をしましょう。他にもチェック制約、MySQL 8.0 で使えるようになったので、これとですね、JSON ドキュメントの中の値を組み合わせることによって、実質 JSON スキーマ、JSON の構造をあらかじめ制約として、テーブルとして持てるというようにもなっています。MySQL 8.0 ではですね、JSON 関数、JSON データ型の拡張を行って、従来はテーブル全、JSON ドキュメントの一部だけ更新があったとしても、JSON ドキュメント全部丸ごと洗い替えていたんですが、いやいや、例えば10キロバイトあるですね、JSON ドキュメントの中の、2バイトだけ変更かかったらそこだけ置き換えればいいじゃんということを、それができるようになったのが MySQL 8.0。でこれによって MySQL サーバー単独の性能だけ、単独のですね、JSON の処理だけではなくて、レプリケーションの時にサーバー間を飛び交うデータが圧倒的に少なくなりますので、損の使い方ができます。でまた、JSON 関数ですね、MySQL 5.7 にも JSON のデータ型の関数あったんですが、さまざまな機能強化関数の増加をされている、そして、後ほどご紹介する MySQL XDev API という、ハイブリッド型の方ですね、API を 8.0 でご用意しております。JSON データ型に関しては、内部的には BLOB、BLOB 型の拡張になります。この JSON データ型はですね、データを格納する際には、構文バリデーション、ちゃんと括弧をですね、閉じてますかとか、入れ子の数合ってますよね、みたいなことをチェックする仕組みがあります。またこのドキュメントの中の要素に対してインデックス設定ができますので、参照更新含めてより高速にですね、行えるようになっています。内部的にはレコードユニコード MySQL のキャラクターセットでは UTF-8MB4 というところですね、ものを使っています。でドキュメント1個一個一個ですね、最大サイズはマックスアロードパケットという値に引きずられてしまいますので、デフォルト4メガしかありませんので、でっかいドキュメントをですね、どんどん入れるという場合には、この値を大きくしてください。JSON ドキュメントの中を抽出するのは、JSON エクストラクト関数という関数がご用意されていますので、そちらでですね、値の参照ができるようになっております。ちなみに JSON エクストラクト関数を JSON ドキュメントの中の文字列に対して投げてしまうと、クオートされた状態で返ってきますので、JSON アンクオート関数でさらにくくって、文字の値だけをですね、抽出するという操作が必要になります。でそれを省くためにですね、毎回JSON エクストラ関数、エクストラクト関数叩くのも、SQL 文長くなってしまうので、2種類の演算子、省略形としてのですね、演算子をご用意しております。でパスについては、JSON パスのね、JQuery と同じような形で、似たような形で追いかけられるようになってますし、JSON エクストラクト関数に該当するのが、矢印1個のパターン。で先ほど申し上げました文字列型のクオートを外す JSON アンクオート関数を組み合わせたパターンの場合には下側の、ね、ダイナミック記号2つ並んでいるやつという形になります。 JSON 関数も多数用意をしています。まあ、よく使うのは JSON エクストラクト関数と右真ん中のですね、ところかなというふうには思いますが、JSON のアレイ配列を変更するとかですね、いうようなことも可能になっています。MySQL 8.0 から加わった少し特徴的な関数が JSON テーブル関数、ちょっとここ横長に SQL になっちゃっていますが、JSON テーブル関数から後ろのところで JSON ドキュメントの中身を抽出して、EMPS テーブルという格のですね、一時表を作っていきます。
前半では AMP ステーブルの中を全部取得するというセレクト文になってますので、JSON ドキュメントの中身をテーブルの形に起こして出力することができる。これは例えば JSON ドキュメントの中に配列があれば、それも展開した形でテーブルとして複数行のですね、テーブルとして出力をしてくれる関数があります。でこのあたりまでは SQL 的な観点でですね、JSON ドキュメントを MySQL サーバーの中の JSON ドキュメントを扱うというパターンになります。でここでいうと画面右側に SQL を使ったアプリケーションが MySQL の接続部品、Java であれば MySQL の JDBC ドライバー、コネクター J、そこを介してですね、MySQL の従来型のプロトコル3306番ポートを使った接続をしてやっていきます。でこれに対して MySQL 8.0 では新しいプラグイン、赤いところの四角いやつ、X プラグインというプラグインを導入して、ポート番号も従来の10倍のですね、値がデフォルト値。ここのプラグインが SQL を使わずにアプリケーションからやり取りする新しい通信プロトコル、X プロトコルというのをご用意しました。この画面上では X プロトコル、NoSQL となっていますが、実際には NoSQL の API と従来の SQL、どちらも対応できるようになっています。このですね、プラグインを有効にしていただくこと で実は今 MySQL の 8.0 それからクラウド版の MySQL データベースサービス、Oracle のものであれば、この X プロトコルデフォルトで有効になっています。残念ながら AWS RDS はこの X プロトコルの口が塞がれてしまっているので、ここからお話するような話はご利用いただけないんですが、X プラグイン有効にしておきます。でそうすると新しい通信ポートをですね、1個開きNoSQL の API 対応しますよ。で他にもこの X プロトコルの中では例えば非同期通信ですね、アプリケーションとデータベースの間の非同期通信、それからパイプライン処理といって、複数の処理を束ねて MySQL サーバーに投げてあげる、そういった処理が可能となっています。ですので例えば Node.js のようなですね、非同期での通信があった方がメリットが出るというような処理の場合には X プロトコルの方が圧倒的に便利、有利ということになるかと思います。アプリケーションの観点ではもうですね、CRUD クラッドな API リクエストの中に JSON をくっつけて送ってあげると JSON で返ってくるというふうに見えます。ただアーキテクチャはもちろん中をですね、詳細に見ていくと、実は X プラグイン、MySQL サーバーの中で、飛んできた NoSQL、クラウドの API を SQL に変換して、MySQL のサーバーの中で実行しています。でこういったですね、変換の処理が入ってしまうので、性能としては生で SQL に投げた方が圧倒的に速くなることはなるんですが、アプリケーション開発的には SQL を一切書かずに、ですね、データベースと呼び書きができる。投げるデータも JSON、 返ってくるのも JSON ということで、これがハマるパターンも特に最近は多いのかなというふうに考えております。でこのですね、XDEV API を使う上でポイントになるのがコレクションという形式のテーブルになります。で、コレクションのテーブルは、基本的には JSON データ型が入っていて、そして JSON ドキュメントを1位に識別する値がプライマリーキーとなっているテーブルという形になります。で基本的にはこれ、ですね、クリエイティブ部分で、1位書くのではなくて、コマンドでこのコレクションを作るというですね、処理、クリエイトコレクションをするという処理で、作っていくと、この形式のテーブルが MySQL サーバー内に格納され、作られて、JSON ドキュメントを格納していく形になります。でこのコレクションのテーブルもですね、実はバージョン、前のバージョンを追うごとに少し拡張されていて、今もう一個をですね、列加わっていますが、基本は JSON ドキュメントがあること、それから JSON ドキュメントの中に、アンダースコア ID というですね、JSON ドキュメントの1位 に識別するための、要素、フィールドが必要です。で、SQL 文でこのコレクションに値を格納する場合には、この ID をですね、明示的に作る必要があります。で、ドキュメントの中にそもそもないよというような場合には、UUID を使ったですね、ID が自動的に割り振られていくようにはなってはいます。
API、NoSQL の API 側からドキュメント、JSON ドキュメントを追加する場合には、その underscore ID、あればもそれがそのまま使われます。なければ、自動的にいいですね、割り振られていくという形になります。で、このですね、コレクションという、ある意味特別な形式のテーブルですね、JSON ドキュメント、ごめんなさい、JSON データ型と、ID 列が主キーになっているという特別な形のテーブルに関しては、コレクションに対するメソッド群がそのまま使えます。でそれに対する通常のですね、まあ、従来型のテーブル、JSON もない、かもしれないと、JSON データ型もないかもしれないというテーブルに関しては、まあ、それに応じたですね、関数群が用意されております。で値を新規に追加する、クラッド CRUD の C に当たるところ、まあ、SQL 文的に言えばインサート文で、リレーションのテーブルに対する関数群は基本的に SQL 文そのままの名称です。インサート文に該当するのはインサートメソッド、セレクト文に該当するのはセレクトメソッドとなっています。で、コレクションに関してはですね、ここ明示的に識別するためというのもありますが、アド関数、インサートの代わりがアド関数、セレクトの代わりがファインド関数というふうになっています。でこの例えばファインド関数で値を検索しに行くところ、ここもですね、ちょっと順次拡張されていっているので、最新のものは最新のものを、マニュアルを見ていただければと思いますが、ファインドメソッドの最初の引数に、実質補英訳の中身です、ね、検索のための条件式を書きます。でそれから次のフィールドメソッドのところ、ここオプションになっています。イメージとしてはセレクトアスタリスクってやるんだったら、このフィールズ列は。ないです。フィールズ関数はないです。で、セレクトアスタリスクじゃなくて、セレクトで明示に列を指定する場合には、フィールズ列の中にですね、該当の JSON ドキュメントの中のフィールド、これとこれは抽出したいよということを書いてあげます。で、その後ですね、もうキーワード的にも SQL 的なグループバイ、ハビング、オーダーバイに相当するソートメソッド、リミットオークに該当するリミットとそのオフセット、なんかをどんどんつないで、ピリオドでつないでいきます。で一番最後の行のところにバインドとあります。ここはプリペアードステートメントに類似する形で、ですね、とあるプレスホルダーに値を格納していくところの要素をどんどん書いてあげると。でこんな感じで最後はエグゼキュートを実行することで、ドキュメントの中の値を抽出するということが可能です。画面下のメソッドの並びであれば、プロダクツコレクション、MySQL サーバー的にはプロダクツテーブルに見えます。で、特殊な形のコレクション、それに対してファインド関数の中で、JSON ドキュメントの中の値としてのカラーがイエロー、そして JSON ドキュメントの中のネーム要素で、相当オーダーバイに該当する処理をするというところです。これテーブルではない、テーブルのレコードそのまま取るわけではないので、セレクトアスタリスクフロムプロダクツホエアカラーイコールイエローオーダーバイネームではなくて、実際にはホエア区の中、カラーイコールイエローとかけずに JSON エクストラクト関数を使って、ですね、カラーという要素、その値がイエローであるというふうに書かなきゃいけないところがぎゅっと短く効率化できるというのがこのJSON、ごめんなさい、XDEV API ですね、を使うメリットかなというふうに考えております。でこれは他にも先ほどご紹介したファインド関数、ファインドメソッド以外にもですね、add や modify、remove というところ、それぞれ add や、ごめんなさい、modify や remove に関しては、翻訳相当の条件式の絞り込みももちろん可能になっています。で言語仕様ですね、JavaScript と Java、でここ例を挙げてますが、Python でもほぼほぼ同じです。ここですね、実は JavaScript と Java の場合にはもう構文全く同じに見える感じです。でこれ本当はちょっと JavaScript じゃないものにしといてもよかったんですが、Python の場合には、グループバイのところをですね、ここが、キャメルケース、JavaScript とか Java の場合にはキャメルケース B 大文字というパターンですが、Python は言語の標準的な仕様に合わせて、グループ、アンダースコア、小文字でバイというところで、若干の違いはあるものの、
メソッド並びとかですね、処理パターンは基本共通にしてあります。でこれによって、どのですね、言語でも似たような構文で、XDEV API 使えるような仕組みをご用意をしております。アプリケーション開発の方々からすると、まあ、いつものですね、開発言語的にメソッドドドドッと並べていくパターン、をそのまま流用できて、途中からパチンと SQL をですね、各ような構文に書き換えなくてもいいというところ。一方で、結局、ファインド関数の直後に and っていうのが入っちゃってるんで、ここも本当は and メソッドでつなげたらいいんじゃないのかなって個人的には思いながらも、現状はこんな言語仕様になっております。で、ここをですね、Node.js の例というふうに書いて、ありますが、ポイントとしては、画面中段の products.find というですね、メソッドのところ、ここは、バインド関数、バインドメソッドを使って、ネームの要素に毎回毎回値を格納して、セレクト文にガイドする処理を実行しているというパターンになります。で言語に関しても、Java を含めて、JavaScript.net、Python、C++、PHP、ここに関しては、MySQL の開発チームの方で、ですね、クライアントライブラリーを用意をしているところです。でコミュニティ的な活動で、Go に関しては、対応を済んだというふうに聞いています。Ruby に関しても進展、ちょっと最近の状況聞いてませんが、サポートする方向というふうには聞いております。でこのですね、XDEV API を使うにあたって便利なツールが MySQL Shell というクライアントプログラムになります。でこの先ですね、MySQL Shell が MySQL の標準のクライアントツールと、コマンドラインツールというふうになっていく予定です。実質ですね、もう今、旧来の MySQL のクライアントプログラムというのは、ほとんど手が入っていない状態。で、どんどんですね、新機能、それから3番で書いてます、ユーティリティに関しては、この MySQL シェルの中に新しい仕組みを投入するということになっています。でこの MySQL シェルというですね、もちろんオープンソースのクライアントプログラム、最大の特徴は多言語サポートということで、デフォルトのモードがそもそも Python になっています。で、スラッシュのところでモードを切り替えて、ごめんなさい、デフォルト JavaScript です、すみません。デフォルトが JavaScript。でスラッシュ py というコマンド叩いていただくと Python モードに変わったり、スラッシュ SQL で SQL モードに切り替わって、SQL モードの時はセレクト文が書けますが、JavaScript モード、Python モードの時は、セレクト文の代わりに find メソッドを使うという形になりますが、状況によってですね、このモードを使い分けていただくことが可能です。で処理に関してもですね、バッチ形式、インタラクティブな形式、どちらもサポートしています。あと従来の MySQL クライアントを使っていて、悩ましいのが、コマンドのオートコンプリートなかったりしますが、そういった細かなですね、利用方面での改善も行われているのが、この MySQL Shell という、オープンソースのクライアントプログラムになります。で、どんどん機能追加されているのが、アップグレードチェッカーという、従来のバージョンから新しいバージョンにアップグレードする前に、ですね、パラメーターの差分、あと予約、新しい予約語を使っているかいないかなどをチェックしてくれるユーティリティ、アップグレードチェッカーユーティリティ、それから、MongoDB の方ですね、BSON、独自の、JavaScript、Java、ごめんなさい、JSON 形式ありますが、それをインポートするユーティリティ、さらには一つのテーブルに対して並列でですね、処理を行うインポートテーブルユーティリティ、並列で、ロードしてくれます。でこのほかにもですね、よりサーバー全体をダンプする、並列でダンプして高速にインポートするユーティリティが最新の MySQL シェルで加わっております。で特にこの MySQL シェルのダンプ&ロードユーティリティと呼ばれるものに関しては、例えばオンプレ環境、例えば RDS のデータを MySQL データベースサービス、OCI 上の MySQL データベースサービスに移行するときに非常にですね、便利にお使いいただけるというもの。でこれに関してはですね、今回のイベントではないんですが、DB テックショーケース、11月に開催されるセッションの中で、このダンプ&インポートを使って、オンプレや RDS から移行する方法などを順次ご紹介をしていきます。
また RDS から OCI 上の MySQL データベースサービスの移行に関しては、11月の中旬にですね、日本オラクル主催のイベントの中でもご紹介します。デイビーテックショーケースでもやりますということで、ぜひ、ご参加いただければと思います。でこの MySQL シェルですね、アプリケーション的な観点、アプリケーション開発の、まあ、支援ですね、インタラクティブなに、XDB API を試すと。いう、まあ、コーディングの前にデータの、ね、データを抽出する方法をチェックするという使い方が一つ。で、もう一つ、まあ、ユーティリティもそうかもしれませんが、運用側の観点でですね、使うということも可能です。で、各種の運用管理の API、アドミン API というものによって、マイスクサーバーの新しいインスタンスを作るとかですね、また、マイスキル、今、デフォルトの高可用性構成、InnoDB クラスターという、仕組みがあります。で標準の構成は、従来の MySQL のマスタースレーブ型レプリケーションに近いですね、構成。MySQL、InnoDB クラスターの中では、シングルプライマリー構成というふうに呼んでいますが、設定を変えれば、マルチプライマリー構成、いわゆるアクティブ型のですね、クラスターも構築できるのが、この InnoDB クラスターになりますが、こちらの環境構築、それぞれのサーバーを立てる、止める、また構成変更ですね、セカンダリをプライマリーに昇格させるなんていうこともできるのが、この MySQL シェルというものの管理 API 群になります。それから画面上でちょっとさらっと書いてあるんですが、クローン作成ということで、既存の MySQL サーバーの内容を丸ごとをですね、設定含めて複製するクローンの仕組み。これもですね、2つ前のマイナーバージョンだったかな。で、MySQL サーバーに加わってきていて、MySQL サーバーに、まあ、クローンプラグインというプラグインを追加しておいてあげる必要はあるんですが、それがあれば、設定、スキーマ、データを含めて、すべて丸ごとですね、クローンが作成できる。で、特にポイントとしては、このクローン作成時に、MySQL サーバーの通信プロトコルを使って複製を作ります。ということで、特別に新しいポートを開けるとか何とかせずにですね、MySQL サーバーと通信できる環境にあれば、クローン複製が作れるという、ちょっと新しいタイプのですね、場合によってはこれバックアップ的にも使えますし、新しいサーバーをレプリケーション構成内に追加する場合にも使える。こんな仕組みも MySQL シェルの一機能になります。で、他にもですね、まあ、細かなことですが、Python と JavaScript、特にも Python のケース、見ていますが、外部のライブラリーとかを取り込むこともできるようになっているので、では分析系の処理のですね、関数群を取り込みつつ、MySQL サーバーと通信する、そんな処理をシェルの中でやろうというようなこともできます。ということで、ですね、こちらが MySQL の、まあ、8.0 で持っている特徴的な機能、MySQL ドキュメントストアというもののご紹介でございました。利用イメージとしてはですね、途中でご紹介はしてはいますが、こんな感じで、ですね、下半分、セレクト分で、演算子を使ってですね、繰り返し繰り返し JSON ドキュメントの中身を呼び出しているので、ちょっと長めの構文になっていますが、上半分はですね、一番長いところは単純に抽出した値にエイリアスつける、ところが長めというぐらいで、割とシンプルにメソッドを4つ5つ並べるだけで結果が得られているといった XDB API というものがございますので、ぜひご注目ください。はい、ということで、ですね、おおむねお時間となってきております。で、本来であれば、こちらの MySQL データベースサービス、このお話とこのプラグインとしてですね、分析処理を高速化する MySQL アナリティクスサービス。でこれをですね、オンプレの環境もしくは既存のレプリケーション構成がある環境に、付け加えるとこんなメリットがありますよ。ここをもっともっと掘り下げたかったんですが、今日初版の事情で、詳細ご紹介できておりませんので、近日中にですね、このアナリティクスサービスに関して、掘り下げたイベントセミナー等も行ってまいりますので、ぜひそちら合わせてご参加いただければと思います。ではですね、私からのプレゼンテーション以上となりますが、ご質問ある方は Q&A のボックスの方にですね、何か書いていただければと思います。
はい、梶山さん、ありがとうございました。ご質問ある方は Q&A ボタンから、質問、を記入を、お願いいたします。このセッションは録画をされておりまして、グランドブレイカーズバーチャルツアーのホームページの方で、この後公開されます。2週間の間公開されますので、その間に、何回でもご視聴いただくことができます。で、視聴と同時に、講師に対しての質問、というのも可能になってますので、2週間の間で講師の方とコミュニケーションを取っていただくことができますので、ぜひご利用ください。梶山さん、2週間もしかすると質問が来るかもしれませんので一応ご理解ください。そういうふうになってるそうです。了解します。ぜひぜひご質問いただけるのをお待ちしております、ね、はい、質問内容ですので、このセッション、こちらの梶山さんのセッションは以上で終了とさせていただきます。ご視聴いただきましてありがとうございました。この後も、セッション続きますので、ぜひ、今日一日お付き合いいただければと思います。以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで終了いたします。ありがとうございました。